近すぎて見えない誰か誤って僕と呼ぶこの声の正体は誰なの遠すぎて見えてる誰か誤って神と呼ぶその顔にほくろはあるのかい。仕方なくもらった命誤って愛と呼ぶそうしとけば問題はないけどどうせならと見つけた意味を誤って夢と呼ぶ本当はそんなんじゃないはず